財務省。おい財務省。お前ふざけろよ。何やってんだよ財務省。むちゃくちゃ心配だよ。<laughs> 何普通国債が初の1000兆円台 ?22 年末金利上昇にリスクお前財務省がリスクだよ。俺たちの暮らしの。記事読むよ。財務省は10日、税収で返済する必要のある。税収で返済する必要のある。税収で返済する必要のある。 普通国債の発行残高が2022年12月末に1000飛び5兆円7772億円になったと発表した。ちょ、待って、ふざけろよ、お前。何国債は国民の借金ではなく政府の負債でありますが、将来税金で返済する必要があるふざけろよ。お前の借金だろ、なんだよ。借りてねえよ、俺は。つうか、税金払ってるじゃないか。 それをちゃんとうまいことやらないからこんなハメになるんで。財務省何やってんだよ。ちょっと頭使えって。たい国債なんて、仮開催でやってるじゃないか。だから増え続けるんでしょ仮開催、仮開催で。60年償還ルールやめて、1000年償還ルールでいいんだよ。ねま、あ記事読むよ。1000兆円超えは初めて。22年9月末から11兆、9807億円増えた。その1兆円ちょっとこっちに回してよ。1兆円でいいから。 ね。日銀が大規模金融緩和のさらなる修正に踏み込めば、金利上昇で利払い費が急増する恐れがある。だからどうしたんだよ。借り換え債出しゃいいじゃないか。普通国債は公共工事の財源となる、建設国債や赤字国債、借換債なども含む貸付の回収金で返済する、財投債や借入金。漢字ばっかり読みにくいじゃないか。 政府短期証券なども合計したいわゆる国の借金は1,256兆、9,992億円となった。だからどうしたんだよ。国の借金って誰に借りてんだよ。誰に借りてるんですか誰ですかアメリカですかイギリスですか ?EU ですかどこに借りてるんですか何返してくれ返してくれって誰か来るの内島君が,が来るの南の太陽が来るの困りまんな。今日はとりあえず帰らせてもらいますけども。 来るのかそんな風に誰も来ないだろ、借金なんて。借金は取り立てが来たら借金なんだよ。誰も取り立て来ないんだからさ、このまま増やしとけばいいじゃん。信任はどうなってもいいよ、もう。将来世代の付けって言うけど、将来世代のことなんてお前、まあ、考えてないじゃんか、どうせ。ねえ。普通国債は22年度の未発行分が残っており、3月末にかけてさらに増加する予定だと。どんどん増やしゃいいんじゃないのね。やっぱりね、国家運営、財源は、 国債なんですよ。税金じゃないんですよ。ね。税金は単なるスタビライザー、調整役。税金が財源っていうね、財源っていうね、間違った貨幣館は、もうやめましょう。金本位戦じゃないんだから。詳しくは、令和新選組のホームページで、もしくは、安藤博士チャンネル、うわおわう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 わもしくは、えー、こんにちは、参議院議員の西田昌司です。あとは、藤井佐志さんあの辺じゃないですか 三橋隆さんもいいですね。由来ーいろいろ歌ってますけども。ね。もうこのね、もう一息ですよ。この財務省が、あれやこれやとね、これは税金で返す将来の付けになるよ、みたいなこと言ってんのこういう嘘はね、もう暴かれてます。皆さんも騙されちゃダメですよ。池上彰も騙しちゃダメですよ。池上彰。NHK はね、郵便法違反の懲役3年以下の犯罪組織ですよ。 犯罪組織。で、マスコミはビビって語らないんです、その辺を。NHK は犯罪組織ですよ。ガーシーもね、罠にはまるから帰ってこれないじゃないか。NHK はほんまじでぶっ壊す。財務省もぶっ壊す。ノーパンシャブシャブぶぶっ壊す大倉省。